マット・ハイモビッツは、イスラエル出身のチェロ奏者、バトヤムの生まれ。1974年に、カリフォルニア州パロアルトに移住し、ガボール・レートーにチェロを学んだ。9歳の時に開いた初リサイタルでイツアークパー・パールマンの、キオへ、パールマンの尽力で、レナード・ローズの門下となった。13歳の時には、ズビン・メータの指揮する、イスラエルフィル・ハーモニー管弦楽団と共演した。 1988年にシカゴのラビニア音楽祭でジェームズ・レバインの指揮するシカゴ公共楽団と共演し2000年までドイツグラムフォンと録音契約を結んだマット・ハイモビッツ・ディスコグス・ハット・オービット・ミュージック・フォー・ソロ・チェロ2017年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月7日閲覧マット・ハイモビッツ・リターンズ ツーザソロスイーツインティメートベニューズ。2017年10月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月7日閲覧。フィリップ・グラスからバッハまで縦横無人に挑戦。チェリストのマット・ハイモビッツが先入観にとらわれぬ、創作姿勢を語る。2017年10月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月7日閲覧。 テルアビブの生まれとする文献もある。ポリドール株式会社。1990年5月25日。ありがとうございます。